つかぬことをお聞きするけど、こういうのって流行ってるの？その男の人同士の。あ、そうですね。この棚とこの辺まで全部そうです。私初めて読んだんだけど、なんて言ったらいいのかしら。応援したくなっちゃうのよ。いい年して恥ずかしいけど。いえ、そんな。ちょっと三巻は表紙の絵が違うのね。あの大人になったゆうまくんとさくらくんです。またまた二巻の時もそうだったのよ。キスしたところで突然小学生になっちゃってて、変化激しいのね。わかります。あのでも三巻もとてもいいので。どうよ、学校は普通ないの？夢的なもの知らない間にどんどん時間って経っているのね。あらららららら、キッス。こんなワクワク久しぶり。あなたも好きなの？ボーイズラブ。私ね、ずっと誰かと漫画の話をしたかったの。私も漫画の話したかったんです。自分でも書いてみたくならないの？いや、私なんかそんな才能ないので。才能ないと漫画描いちゃダメってことある？なんか俺もないかな、熱くなれるもの。今何してる？どうなりたい？何を考えてる？綺麗ですよ、オフセット印刷。この漫画のおかげで私たち友達になったんです。メタモルフォーゼの縁側。